終わりだ。えい、
あの子たちと出会った世界。本当にたくさんの世界が闇に飲み込まれているんだね。アクアはこの世界を知っているのかい？はい。ここを訪れた時、キーブレードを継承してもいいと思える子たちがいたんです。でもすでにテラが継承していたようなのでやめたんです。え？まさかその子たちの名前は？確か空とリク。なるほど。じゃあきっとここに。え？今僕と扉を閉めようとしているのはアクアが出会ったその二人なんだ。あの二人が？彼らがキーブレードを初めて手にしたこの地、その裏となる闇の世界側のここに僕が探している闇のキーブレードがあるはずだ。時間がなさそうだ。急ごう。Let's go.
奥へ行ってみよう。きっとこの中だ。そのキーブレードが、これが僕の探していた鍵、闇の世界のキーブレードだ。闇の世界のキーブレード、二人が闇の扉を結ぶ、二つの鍵が扉を結ぶ、光を封じる闇への扉、光あるものを通さぬ扉。鍵はこれで揃った。あとはこちらから扉を閉じるもの。それは、光と闇を結ぶ扉は心に光を持つ者は通れない。つまりそこから闇があふれ出しているんだ。そこを閉じるには光と闇のキーブレードと両側から扉を閉じるものが必要なんだ。それならミッキーがキーブレードを使って私がその間に扉を閉じます。いや、扉を閉じるものはもう決まってるんだ。え？あの扉が、キングダムハーツの扉。あれは君が知っているキングダムハーツとはまた別なんだ。少し規模の小さい世界の心のキングダムハーツ。真のキングダムハーツではないけれど、このまま開いた状態にしておくと、ここから闇があふれ出して世界を覆ってしまう。この鍵と光の世界にいる空の鍵を合わせれば扉を閉じることができる。あとはリクさえ来てくれれば。空、リク、あれは、これで揃った。アクアも一緒に。しまった！させるか！アクア！言ってください！でも！光の世界の戦いはまだ続いている。テラとミッキーの言葉でそれを知ることができた。だったら私はもう少し闇の世界にとどまろう。もし誰かが闇の世界に迷い込んだ時には力になれる。私につながる道をたどれるよう闇を照らす光となろう。そしていつか
テラとベンの元に帰る。私はマスターアクア。心配は必要ない。アクア。綺麗。また一人か。よかった、世界が再生するのね。鍵が導く心のままに。私はここにいる。かすかにアクアの声が聞こえた気がした。アクアは俺を助けるために。どうしてもっと早く話してくれなかったんだ。アクアが望んだことなんだ。たとえそうでももっと早く助けに行くべきだった。俺たちにも話してほしかった。うん。まあ待て、リク。王がアクアと再会した時でさえ闇の世界へ行く方法を探すのは容易ではなかった。仮に行く方法を見つけたとして、アクアを無事に助けて戻れる力を持つ者はいなかった。だから私が禁じたのだ、語ることさえな。なぜ語ることも。知れば今のようにお前や何より空が無謀に乗り込もうとしただろう。でももう準備は整った。僕とリクトでアクアを探しに行こう。ああもちろんだ。うん。ちょっと見ない間に随分変わったね、リク。そうか。うん。なんだか空みたい。それ褒めてるのか。もう大人ぶるのはやめたんだ。心のままに自由でいたいと思ってる。確かに空っぽいな。でもリクはリクだよ。私も少しでも力になれればいいのですが、どうすれば。新たなキーブレード使いカイリとリアのことは魔法使いマーリンに頼んである。リア？アクセルのことだよ。彼は人間に戻って空のことも助けてくれた。心配しなくていいよ。じゃあリク、僕たちも出発しよう。まずは闇の世界への入り口を探さないと。
王よ、これを持って行きなさい。三人の妖精からの贈り物を預かっている。陸と二人分、闇に対抗する新たな衣だ。ありがとうございます。さあ行こう。まあ待ってたんだよ。ずいぶん遅かったけど、何してたの？秘密。ただいま。あれ、みんなは？みんなにはそれぞれ使命があってな、先に立ってもらった。なんだよ、挨拶もなしに。それは遅かったぞ。だから挨拶もなしで別れたくなかったんだよ。遅かったぞ。そうじゃなくて。まあまあ落ち着きなさい。ゼアノートを倒すには、悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな。今回の承認試験は目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで、新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことで、これまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。そら大丈夫、いつものことだし。陸が賢者アンセムから受け取った心を戻す手がかりとなるデータの解析もチップとデールに頼んである。これも大きな手助けとなるであろうが、何よりゼアノートの企みを阻止するには空の力が不可欠だ。空が心のままに進むことで、七人の光の守護者が揃うであろう。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。すべてを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれん。ですね。ねえ、神父様。僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。ドナルド、グーフィー。空はマスターにやるじゃなかったし。まさか落ちるなんてびっくりしたよね。おい、まだまだ始まるから。僕たち3人で一人前だね。自分で言うなよ。仕方ないから、続いてあげるよ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。出発だ。行ってきます。どうやって行けばいいんだ？まずは出発しちゃうだよ。前とは航路が変わってるみたい。イエシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ、どっち？それ考えてないでしょ。考えてるよ、何も浮かばないんだよ。
前に言ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら。じゃあ何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。神が導く心のままに。え、何それ。これまで何度か旅立つとき、イエンシッド様が必ずボソッと言ってたよ。そうなの？聞いたことある？空耳だったのかな。鍵が導く心のままに。やってみるよ。ゲートマン。よし、オリンポス目指して出発だ。